息子の帰りを待っていた宿屋の主人。おお、勇者様、よくぞお戻りに。魔王討伐おめでとうございます。あなたたちならやり遂げられると思っていました。私のバカ息子はご迷惑をおかけしませんでしたか。俺は騎士になるなんて言って勝手に勇者様たちの旅についてっちゃって、帰ってきたら一発ぶん殴ってやろうと思ってたんですよそれで今私のバカ息子はどちらに。勇者様、これ私の息子の。そうですか、あいつ勇者様たちを守って。謝らないでください。勇者様のお役に立てたのならあいつも本望だったでしょう。だからその頭を上げてください。お疲れでしょう。今日は泊まって行かれますか。そうですか、ではまた。勇者様、あいつは私の息子は立派な騎士になれましたか。はい、はい、ありがとうございます。ゆっくり休め、バカ息子。